岩井ゆうみです。お願いします。青森でした。前回昨年Wリーグを引退した丹羽優美ちゃんに絶対勝てるセンターのポジションの取り方やタイミングを教えてもらいました。本当に簡単に点を取るっていうのはとても大事なことだと思っているので、タイミングの取り方とか考え方とかをやっぱり分かってやるのとやらないのでは全然違うと思うので、とっても共感できました。丹羽ちゃんは桜花学園、早稲田大学、トヨタ自動車アンテロープス、東京羽田ビッキーズとバスケエリートです。アンダー19の日本代表としても世界選手権に出場しています。そしてなんて言ったって綺麗ですよね。そんな彩色兼備な丹羽ちゃんに今回教えてもらうのは、今度はあの私みたいなちっちゃい子がミスマッチでセンターつく時に、そうどうやって守られたら嫌かなっていうのを聞きたいなと思って。私もでもちっちゃいのでそのセンターにしたらね、なんで常にミスマッチで守ってる。うん、そうか。あ、なるほどなるほど。あ、もっと大きいんですか。みんな85が平均ぐらい。確かに。なんでちっちゃい子なんで。うん、そうか。こんなに大きいのに。じゃあその場合、あ、自分ミスマッチだなって思うときどんな守り方してるの？まあ、腰が大きい人だとしたら、より低く、ああ、低くなんだ、うん、あのこうやって立ってて、ここ押されると、うん、ちょっと対応できるじゃないですか、うん、でもここ押されると、ああ、確かにちょっと嫌になるんですよね、うざいわ。ああ、なるほど、そうで、顔って安全じゃないですか、顔2番ってやったらファールじゃないですか、うん、なんで、ちょっと怖いんですけど、ここまで下がります。へー、で基礎としては相手のへそが顔っていう教わり方をしたんですよ。そうなの？なんですごいこうやって低く、はあ、はあははあ、めちゃくちゃついた場合もそれやってやられた方が嫌なんだ。こうめっちゃこうやって下がる。低っ。そう。怖いよ。こっちがここで。ここが嫌なんです。あ、そうなの。この股関節のちょっと上だけ、この骨の上がすごい嫌なんですよ。へえ。だって動くときここから動くじゃないですか。うん、確かに。この上がすごい嫌なんで。ここじゃあ押してもこのぐらいの目線で、うん、こうやって押されるとどこ行っていいか分かんないんですよ。こうやって上がるしかない。ああ、なるほどね。ちょっと遠ざかってる。はい。頑張って押されないようにまずここは頑張らなきゃいけない。はい、なるほどね。でもうこれもこうやって頑張ってなったら、これをこうじゃなくてこうやってやるとより遠くになる。あ、なるほど。こうじゃなくてこう。こうなんだ。はいはいはい。なるほどね、これも細かいけど大事かもしれない。大事こうやってやってると、うん、もしこの奥に出された場合、うん、そのまま組み返せる。うん、そうですね。なるほど。なんで、これをこうやってやってると、遠くでこっちでもらおうとするんですよ。ディフェンス入れた方が怖いから。そっかそっか、確かに。こっちから見た角度をちょっと見てほしいんですけど、こうは、こことここじゃ多分、見えたら全然違うから。違う違う違う。だと多分入れやすいし、後ろに引かせようと、はい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 、これ出てるとこっちにしか選択肢が見えないんで、うん、確かに。でもこうやってやってたら、うん、この人足引けないんですよ。だってああ、なるほど。そっか。だし、ね、これこうやって足引っ掛けられたら前入られるんじゃないですか、うんうん、なんでこのまま引けないから、もう前に出してわざと遠くでもらわせるように。なるほどね。で、入ったらもうすぐ引っ掛けたらもう痛いですね。そこまでやろう。でも頑張る。だってそれをこうやってこうやって振られたらもうそれしょうがないもんね。カバーを、ね、カバーなるほど。ボールを入れさす前のところはそうやって抗う。なるほどな。そう、でもだから簡単にやられない方法はあるってことだよね。そういうこと。そうそう、周りがカバーする時間をちゃんと作れるように。こういう人ってさ、なんかこういう人ってさ、もう下行っててこっち行ってこの辺にこう、はい、その場合ってどういう感じなんですか？一緒に行って、これ一緒に行ってきます。で、こっちパスしてた瞬間に、あ、もうそうなの。へー、なるほどね。腰ですね。うん、腰で。でもこれが、もしさっきのみたいで、下引っ張ったら、もうそのまま押しつけちゃっても。あー、そうなんだ。はいはい、もうその時点でね。でもこうやって、上に帰ってこれないじゃないですか、こうやって守られたらね。ミスマッチだったら、ここに取られたら負けだと思うんですよ。振り返ったら、ミスマッチないので、なんで、なるべく外に出して、助けて、助けてって言って、時間稼ぐかって、うん、そうだよね。稼がないといけないもん。パンパンがヘルプ。なるほど、なるほど。それだって。確かに。それだって。それいつ教えてもらったの？これはでも、でもそんな多かったの。
桃香は本当に細かく教わってるね。私1個ちょっと自分がやってきたやつ聞いていいですか。これは有効かどうかにわちゃんにも聞きたいんですけど。どういう状況ですか。なんかあの私がミスマッチの時にどうやって守ってるかです、はい、なんかボールがあの、まあ、あるじゃないですか、はい、でその裏取り結構前で言うと裏取ろうとかいうじゃないですか、ミスマッチセンターで、だからその裏をむしろこう投げさせて私こういうそこで抑えられるので、ああ、トラップ仕掛けて回り込む、わざと入れさせて、そうそう、わざとで、まずそうで、なるほど、なるほど、なるほど、裏空いてんじゃんと見せかけて、取れないよってなる。でもこれで入ったらもうさよならそれで入ったらもうそ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 う、それ成功率は何パーぐらいですか。あ、でも体感これをやるときは成功する5割ぐらい、うん、ああ、なるほどね、そうそうですね、でもこれ素早く今みたいに入られちゃったらできないと思います。リングにつけない、そうだよね、ただそれが遅れたら、うん、ほぼ全部ファンになるから、ここの速さだけつけたら、そうよね、絶対効く。ギャンブルですか。それはある。でもだからそこはもうタイミングと、そう、選手練習、どうせまあ取られる確率が高いですもんね。なるほど、それは真央さんはそれやってるんですね。そうです、こすい技を、こすいっていうかね、ちょっと勉強になりましたね。勉強になりました、はい、ぜひぜひセンターのこと、ガードのことをやってくださいまあどっちも分かっといた方がいいですもんね。そうそうそう、みんなやった方がいいから、うん、ということでね、今日は教えてもらったんですけども、いやもう楽しかった、本当にすごい勉強になった、うん、家で、家でね、うん、家でね、あのお父さんお母さんを相手に、そうそうそう、練習してくれた大事、大事だから、はい、そうそう、はい、で、この投稿の多分明日にプレーオフ始まるんですよ、ダブルリーグ、そう、ね、ダブルリーグのプレーオフ始まるから、それで、あのにわちゃんは去年までいたので、そう、ちょっとしかも今羽田さんのチームのファンクラブのあれで実況とかしてるんですよ、そう、試合のね、うん、だからそのどんなチームが注目かとか、ね、展望をね、そう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 、注目ちょっと聞きたいと思って、そう、今年見たチームとかでありますか。で、一番印象にあったのは高校杯の、うん、エネオスの決勝で、 あんだけ怪我人が多くて、そしたらスタメンあんなに欠けてるのに優勝したっていう、やっぱ層の厚さというか、うん、っていうのはやっぱりそうだ、すごい、わかる、しかもめっちゃ感動したしな普通にでもすごかったもんね。そこか、やっぱりそのエネオスはチームがどんな状況であっても勝つというあれがあるから、やっぱでも意識が全員統一されてるかなっていうのと、層の厚さはもちろんなんですけど、そこにどこがあのいけると思います。逆に対抗馬でもやっぱりテンソンかトヨタかは強いんじゃないかなと思って。そうですよね。トヨタはもうタレント揃いじゃないですか、代表、ほとんど代表みたいな感じなんで、やっぱハマっちゃったら怖い、そう、みんなが波に乗ったら止められますっていう怖さがあるのと、まあ、デンソーも高田さんがすごく安定しているので、うん、そうなんですよ、高田さんは日本代表のキャプテンなんですけど、うん、はい、注目はエネオスですね、まあ、みんなが多分そこが、まあ、そこっすね、なってるから、でもそれこそだから今はラムちゃんとかが動けないから、まあ、言うたら他のチームで言えばすごい大チャンスじゃないですか、そこにどんだけ、いけるか、ね、他のチームがいけるか、私はハイテクとかも好きだから今は、今めっちゃ勢いあるじゃん安定感が出てきましたね。そう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 、今最初はでもうわーって感じだったと思うけど、なので皆さんぜひ見てください。オンラインで見れます。そうです、あのバスケットライブさんとあと WTV とかで、なるほど、はい、専用のやつがある、
というわけで、というわけで終わりたいと思います。はい、さよなら。ありがとうございます。